皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もトリッキーキャッスルで遊んできます。さあウィルオープンインと、あと25分待たないといけないですね。じゃあちょっと動画見ましょうか。さあ動画を見たら、オープンできますね。では行きましょう。今回はフロア5、41から50ステージまでですかね。 Think before you jump と、ジャンプする前に考えてと、ああなるほどですね。これ当たんないでしょそもそも。なるほどですね。でこうすると一回ジャンプしてわーいっていって、あの青い糸が出てくるってことですね。積んでしまいました積んでしまいました。どういうことこれ一体。あの点線怪しい。この点線何かあるんじゃないですかね。そうでもないですか。何かあるでしょ絶対。何かあるはず。一回でジャンプできないでしょう。え？タップしても何も起こらないですね。あ、でも頑張ればいけるってことですか。ジャンプ力考えて。ジャンプ力でも変わんない。斜めの入り方を考える。こうしてこう。当たるでしょ当たるでしょ。何か方法あるんですかね。こうすれば歩いていけますけど。わからない。何ですかね。ここでジャンプして当たって、ジャンプして当たる。おお。さあ次はプレスミーだから私を押してですか。はい。あ、このプレスミーの部分を押すってことですか。正解と。お、続いてますね。エイシェントゥーボタンと、古いボタン、何でしたっけ。エイシェント、アンサイエント、わかんない。どれか正解なんですかね。どれでしょう。わからない。どっか他にボタンがあるってことですかね。隠しボタン、隠し財産、財宝、順番とかじゃないでしょう。それか普通にボタン関係ないとかですかね。普通にいけるとか。いけないですね。さあ、これはちょっとヒント見てみますか。この辺にボタンあるとか。ないですよね。適当にタップしてみますか。ないですね。じゃあヒント見ましょう。ヒントは Take a closer look at the background next to the buttons ということで、この辺にあるってことですか。ボタンが。どこ？バックグラウンドって背景でしょ？ないですけどね。ん？ありますか？どこですかね？ないですけど。どれどれ、こっち。ヒントを2分の1だからもう1個見ますか。次は Next to the buttons are Luman Numeraz 1, 2, 3, 4, 5。 Press the button in this order と。なるほどですね。わかりましたよ。ここに数字が書いてあるんですね。これ1で、2が右側に2ってローマ字の、あれですか、3でしょ？そういうことだったんですね。で、これで5手。
あ、これで開くんですか。あ、すごい。さあ、クリアと。いやー、気づかなかったですね。さあ、なんとかなんとかなんとか、Who's there と。なんですかね。また難解な問題が出てきましたけど。この方？この方のこと？なんか今、ありましたよ。なんかいらっしゃる？いらっしゃらない。でも怪しいのはこの辺ですけどね。なんもないですね。ちょっとタップします。あ、開きましたよ。お、なんかある。で、戻って、あ、開きましたね。さあ、さあ、次は、Godness exists, but sometimes you need to take a closer look と。近いロックを、あなた、取る必要があると。でも、お化け存在してますよと。避けながらってことですかね、多分。危ない危ない。あれ、これいけない。どこ、鍵ありますか。どっかどっかあるんでしょうね、きっと。パッと見当たらないですけど。どこですかね。お化けちゃんに当たるってことですか。ジャンプ。あ、これ乗れるんですか。乗れない乗れない。今、ものすごく乗れそうな感じでしたけど。どれどれどれ。クローサーロックでしょ。でも絶対この辺りだと思うんですけどね。横だと当たらないとか、何かあるんじゃないですかね、きっと。ちょ、この辺試しますか。ドアがいてもダメっぽいですけど。最速で当たっちゃう。二段ジャンプできるとか違いますよね。どこにあるんですか、ロック。鍵がこの辺。手で開くとか開かないでしょ。何か方法ないんでしょうか。ここ、この方乗れない。わからない。ヒント見ましょう。There is one smiling ghost in the top right corner. You can jump on him and get to the... やっぱ乗れるってことですね。何か違うってことですね。どれか。顔が違うんですか。下口、上口、この方。よし、口元が違うわけですね。わ、気づかなかったですね。ちゃんと見ればいけたんですね。コウモリちゃん。コウモリちゃんゲットできる。まあ、しょうがないですか。いけますか。さあ、クリアと。次は、I have already seen it somewhere と。このステージどっかで見たことありますよねと。近道バージョンでしたっけ。違う。どういうこと？こっちから行けるとか？ちょっと待って。ジャンプが、そもそもボタンがちゃんと押せない。あー、いけない。ダッシュ、ダッシュ。どうすればいいんですかね。シュワッチ！シュワッチ！間に合わない。これで間に合う？間に合わないんですけど。何かあるってことでしょ？これ何ですかね。これはギリギリ間に合うようにあれしてるんですかね。間に合わないんですけどね。どうすればいいんですかね。近道は覚えてるんですけどね。ストップ。これ、これ。ああ、これでもない。ストップして先に進めるとか、巻き戻すとか。
ではないですか。もう一回踏むとかですかね。あ、取って取ってスイッチ押すのやめたら直るとか、そういうわけじゃないですよね。ヒント見ましょう。さあ、ヒントを見ました。スライダーブループラットフォームということで、この青いのを動かせるってことですか。ここにピョンってこう。なるほど、そういうことですか。あ、これ難しいですね。気づかなかった。さあ行きましょう。まあ分かればものすごく簡単なんですけどね。あ、まあ続きがあるんですね、なぜか。さあゴール。では次は47ステージですね。It's totally って書いてますけど、お、ドア、お、クリア。いやー、まさかの一発合格というですね、びっくりしましたね。さあ、The spikes doesn't, don't、 あれですね、また目隠ししたら通れますよパターンですか。お、あ、このままいけるんですかね。右上、左と書いてますね。じゃあ普通に行きますか。右、上、右、左。おー、開きましたね。連動してる。ダンスダンスレボリューション。さあ、ではラスト50ステージ行きましょう。あー、戻るんですか。じゃあ、あの子に押していただかないといけないんですね。さあ、これはなんか出ましたね。ああ、これで入れ違いになって押せると、お、バッチリ。さあ、クリアいたしました。途中難しかったですけど、最後の方簡単でしたね。では、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。